全妖怪関西リーグ1戦目、お相手はローゼンリッターさんです。よろしくお願いします。こちらが私のチームです。今回は編集を張り切って声をお借りしてみました。ぶっちゃけ編集が面倒なので、伝説の回で終わるかもしれません。キマクランとは別のことを喋るけど、気にしないでね。ちなみに今回は、録音がうまくいかなかったので、音声を差し替えてお送りします。こちらがお相手のチームです。バッキーが先頭に配置された、シュート遅延をしたりしなかったりするチームですね。キーマンはフォワード、競り合いで試合を優位に運べたらなって思います。お相手のネバーギブアップ要因が山属性のフォワードなので、先制点を取って引きずり出したいですね。こんなにハイペースで喋っていたら、話すことなくなっちゃうよね。オフまで経った試合開始です。二属性外来のを確認してドリブルのルートを決めます。こちらが有名な対面です。このまま走り続けましょう。硬直でドモンガリタクしましたが、相手はナタルなのでノーワンタイ。オーサイド1、カッタージャンを避けないといけません。こういう時は落ち着いてセンタリング、アドリブで全て解決していきましょう。強化型、大幅有利ですね。
キラとフルの対面です。ドクタードラインを上げていきましょう。障害だったから、操作も焦ったよね。これは有意だと思います。あった。離れてしまったけど、それでも少し有利かな。後半開始です。こちらが有利の対面です。同属性トリプルを使ってドリブルしていきましょう。これで、ビロハ、ドキンティーはなくなりますが、ビーンしてドリブルします。見つかまってしまいました。
白髪踏みです。シュートしても大丈夫です。パボン。得意ではありません。終了です。ローザンビッターさん、対戦ありがとうございました。